防空壕の中で出産する昭和時代、そんな時代を牽引した昭和天皇の奥さんはどのような人物だったのでしょうか。こんにちは、女子高生 VTuber の春日陽です。今回は長く続いた昭和時代を作った昭和天皇を支えた香淳皇后について解説します。サムネにもしたのですが、香淳皇后はファッション女王とも言われています。なぜ彼女はファッションに力を入れたのでしょうか。その理由も今回の解説で明らかになります。そして香淳皇后は昭和時代の国母とも呼ばれるほど様々な活躍をしました。戦争などを経て今に近づいた時代、昭和を作り上げた一人と考えるどのような人だったのか気になりますよね。この動画は昭和時代の文化やレトロな歴史に興味がある人に向けて、今日から使える歴史雑学を知ってもらうための動画です。友達や会社での会話に困ったら話してみてね。昭和時代ってつい最近ってこともあって、学校の授業でもあまり取り上げられないし、どんなことが起きたのかピンとこないこともあるよね。ましてやどんな人がいてどのような活躍をしたのかあまり知られていないこともあると思います。でも昭和時代って実はすごく長いし、いろいろなことが起きているの。でも今回お話しする内容を知ると、昭和時代にどんなことがあったのかだけでなく、当時の時代を築いた天皇皇后の活躍や彼らがどういう気持ちで時代を作り上げたかについて知ることができます。戦争をはじめいろいろなことがあった時代ですが、割と現代に近い時代なので今につながる部分も多いはずです。そんな昭和時代のことを一緒に振り返っていきましょう。今回紹介すること以外にも、このチャンネルではレトロな歴史や文化、そして明治、大正、昭和を中心に活躍した人物について紹介しているので、そういった動画を見逃したくない方はぜひチャンネル登録もしておいてね。ということで早速見ていきましょう。香淳皇后の戦前の生涯。まずは今回紹介する香淳皇后についてお話しします。最初にお断りをさせていただくのですが、できるだけ内容がわかりやすいように、天皇と皇后の名前は昭和天皇と香淳皇后と言い方を統一しますね。また香淳皇后の生涯を語る上で戦前戦後の皇室に触れることは避けられません。こちらはデリケートな問題なので、できるだけ中立な立場でお話しさせていただきますね。さあ気を取り直していきましょう。香淳皇后は1903年3月6日午前6時25分国の宮家の第一女子として生まれました。香淳皇后は三男三女のうち第三子で長女だったそうです。香淳皇后は第124代皇后で昭和天皇の皇后となります。は長子、お印は桃でした。桃ってなんだか可愛らしくて素敵ですね。香淳皇后が生まれた時は、国の宮家は宮内省を通じてお世話係を募集したそうです。その時各県知事から6人の女性が推薦されました。最終的に埼玉の旧家から皇嗣山したばかりの関根門という女性が選ばれたそうです。その門の回想によれば、香淳皇后は小さい頃からお母さんが驚くほど食欲旺盛で健康体だったそうです。先ほども言いましたが、国の宮家は皇族です。しかし生活ぶりは大変質素だったそうです。香淳皇后の産着は門が他の衣類を仕立て直したほどだったとも言われています。香淳皇后は優しい一方、しっかりとした性格でした。三姉妹の長女だったため、音宮たちの面倒もよく見ていたそうです。二人の妹がお姉さんである香淳皇后の行動を全て真似することもあったみたいですよ。家族からも慕われていたのでしょうね。1918年1月14日、香淳皇后が昭和天皇の妃に内定したことが伝えられました。1月19日に内定が報道発表されると、香淳皇后が婚約内定に伴い当時通っていた学習院女学部を中途退学したことが発表されたそうです。香淳皇后は4月13日以降、国の宮邸内の学問所行幸寮で妃になるための教育を受けます。行幸寮は通称お花御殿と呼ばれていました。ちなみにこのお花御殿は後に当時の東京市麻布区東久保に校舎があった東京府立第三高等女学校に貸しされ、第二次世界大戦後の学生改革などにより校舎とともに目黒区大橋に移転、お花御殿は移築されました。現在では当時東京府立第三高等女学校とされていた学校は東京都立駒場高等学校へと改名され、行幸寮は普段立ち入り禁止となっていますが、学園祭の際には例外的に見学することができるみたいですね。お花御殿での生活はどのように
ようなものだったのでしょうか。まず教育主任と一緒に起床します。やることとしては学問や教養、テニスや薙刀などいろいろなことを学んでいました。またピアノなども練習していたみたいですよ。お花御殿での教育は 2,3 年ほどでした。 2,3 年も教育を受けるなんてさぞかし厳しい教育だったことでしょうね。私なら逃げ出しちゃいそうです。1919年になって昭和天皇は婚約のことを知りました。すぐに伝えられるわけではないみたいですね。そして1920年に昭和天皇との婚約が内定します。しかし2人の結婚はスムーズにはいきません。1920年から1921年にかけて宮中某重大事件が起こります。この事件の内容は婚約内定が取り消しになりかけたことを指します。取り消しになりかけた理由として、光順皇后の家系には色覚異常の遺伝があるからと言われていました。それを受けて元老山形有朋らが国の宮家に婚約辞退を迫ったというのがこの事件でした。山形有朋は元老という大変地位の高い方だったため、発言の影響力も大きかったんです。子孫にも遺伝していく可能性がありますし、その点を踏まえて指摘されたのでしょうね。しかし1921年2月10日に政府が婚約内定に変更はないと発表しました。事件はこれにて収束し、正式に婚約が決まりました。婚約内定から5年後の1924年1月26日にようやく成婚式が行われたそうです。そして一緒に紹介したいのがこの時の昭和天皇のお言葉です。宮中某重大事件が起きた際、昭和天皇は長子で良いの一言を残したのです。なんて男前でかっこいいのでしょう。光順皇后も嬉しかったでしょうね。その後昭和天皇のお母さんである貞明皇后は光順皇后へダイヤモンドの腕輪を贈りました。これは貞明皇后自身が皇太子妃になった際に昭憲皇太后から贈られたものだそうです。貞明皇后が事実上婚約を認める姿勢を見せてくれたのでしょうね。そして11月4日国の宮夫妻は皇太子を渋谷の国の宮邸に招きました。昭和天皇と光順皇后のご対面です。しかし何か話すわけでもなく、あくまで儀礼的に終わったみたいです。ところで婚約内定から結婚まで結構な間があると思いませんか。この理由はこの間に関東大震災が発生したからなんです。こうやって見ると激動の時代を生き抜いた人って感じがしますよね。事件の決着後、昭和天皇は史上初の外国訪問として欧州へ行きました。昭和天皇はそこで英国王室のおもてなしを受け、一夫一妻制の確立に影響を受けたそうです。今の時代にもある制度が確立された背景を知るのは面白いですね。また昭和天皇がフランスにお忍びで買い物に行った際には、国の宮家の三姉妹のために銀の手鏡を買って送ったとも言われています。光順皇后だけでなく国の宮家のことも大切にしていたんですね。そして昭和天皇と光順皇后は西欧へ新婚旅行に行ったそうですよ。そして1925年12月6日一人目の子供が生まれます。この子供が照宮茂子内親王です。この出産は関東大震災以来のお祝い事として盛大に祝われました。光順皇后は3人の乳母を選びましたが、夜以外は乳母を使わずできる限り母乳で育てたそうです。乳母によれば、夜間王子室で看護婦に連れられた照宮に授乳する際、金屏風の奥に光順皇后も控えていたと言われています。照宮を出産してからそれ以降、光順皇后は母のイメージが大きくなった気がしますね。その後光順皇后は1927年9月10日第二女子の久宮幸子内親王を出産します。しかし残念ながら翌1928年に敗血症のため亡くなってしまいました。1929年9月30日第三女子の高宮和子内親王を出産しました。そして1931年3月7日には第四女子の頼宮敦子内親王を出産しました。なんだか女の子ばかりですね。可愛らしい女の子に囲まれて昭和天皇は嬉しかったでしょうね。なんてことは言ってられません。天皇家では皇位継承権がある男子がまだいないということが問題視されていました。貞明皇后は男子誕生の期待をかけた贈り物を送ったり、和歌を詠んだそうです。メディアを通していろいろと言われたこともありました。しかし1933年7月1日皇后の第5子が公表されました。そして12月23日、光順皇后は第一皇男子の嗣宮明仁親王を出産しました。待望の皇太子の誕生ですね。皆さんの知っている明仁様ですね。この時は日本全体が祝賀ムードに包まれたそうですよ。1935年11月28日には第6子の吉宮正仁親王を出産しました。また1939年3月2日には第7女子の菅宮孝子内親王を出産しています。
ます。昭和天皇と光順皇后はたくさんの子宝に恵まれたんですね。光順皇后の戦中戦後の生涯、さて光順皇后はここまででもすでに激動の時代を送っているようにも思います。次にお話しするのは戦中時代の光順皇后についてです。戦争中、光順皇后は昭和天皇と共に皇居に留まりました。お文庫と呼ばれる防空施設で暮らしていたそうです。また光順皇后は食糧不足を補うため皇居内で野菜作りや養鶏も手伝っていたようですね。1937年7月7日、日中戦争が勃発します。日中戦争の原因については牟田口蓮也の生涯についてという動画の中で説明しているので、よければそちらも合わせて確認してみてくださいね。この日、昭和天皇と光順皇后は葉山御用邸にいたそうです。久しぶりに子供たちと一家団らんの時間を過ごしていました。しかし戦争ともなり事態は急変します。昭和天皇はすぐに東京に戻りました。光順皇后はあくまで皇后のため政治や戦争についての意見を述べることはできません。それでも光順皇后には昭和天皇を支えたいという気持ちがありました。戦争が泥沼化し重傷を負う人が増える中、光順皇后は女官を率いて包帯をひたすら作っていたそうです。光順皇后はさらに1938年春から初夏にかけて皇族妃、王皇族妃を日本、朝鮮、台湾に派遣しました。病院や療養所を訪問し負傷者を慰めたのです。どうして朝鮮や台湾にも派遣したのでしょうか。それは当時朝鮮や台湾は日本が統治していたからです。光順皇后は包帯作りや朝鮮、台湾への訪問など自分ができることを探し続けていたのです。皇后の代理として皇族妃を各地に派遣することを通じ国母、次母のイメージを浸透させていきます。光順皇后も戦前戦時中にかけて単独公務を行っていたそうですよ。1940年には記念事業である紀元2600年記念行事が執り行われました。11月10日には記念式典が、11月11日には奉祝会が皇居前広場で行われました。光順皇后は昭和天皇と共にこれらに参加しています。光順皇后は夫でもある天皇に付き従うスタイルを貫いていました。しかし11月11日の夜になって照宮、高宮、頼宮、吉宮の4人の子供を連れて二重橋前に現れたそうです。どうしてわざわざ子供を連れて行ったのでしょうか。それは国母として光順皇后を敬愛する国民に応えるためだったのです。しかし紀元2600年記念行事が終わっても事態が良くなるわけではありません。日本は相変わらず物資不足に悩まされています。そんな中、その翌年日本とアメリカの戦争が始まります。12月8日真珠湾攻撃及びマレー作戦により大東亜戦争と太平洋戦争が始まりました。昭和天皇と光順皇后は平和を愛していましたし、この戦争はとても不安だったと思います。しかし内大臣の木戸孝允は開戦間もない昭和天皇の様子を見て非常に落ち着いていると言っていたそうです。昭和天皇は側近や国民を不安にさせないように落ち着いていたのかもしれませんね。しかし心の中は穏やかではなかったと思います。これは光順皇后も同じですね。1942年2月15日、日本はシンガポールを陥落させました。戦争に勝利したのです。そして2月18日戦勝祝賀式が開かれます。この時昭和天皇と光順皇后は照宮、高宮、頼宮、そして継宮皇太子を連れて二重橋へ現れました。1943年春から秋にかけて光順皇后は再び皇族妃、王皇族妃を各地の視察、慰問に派遣したそうです。光順皇后自身も5月19日に東京市内を視察しました。その時は質素ながら整えた衣服で、また積極的に国民に声をかけて回っていたそうです。光順皇后は自ら質素倹約を体現することで国民の模範になろうとしていたのです。同年10月13日第一王女照宮茂子内親王が東国宮成彦王の第一男子である森弘王と結婚します。翌1944年には他の5人の王子、王女たちも疎開して東京を離れました。しかし光順皇后自身は昭和天皇と共に夫婦で東京都に留まったそうです。12月23日光順皇后は皇太子継宮の11歳の誕生日に合わせ全国の疎開児童にビスケットを配布していました。またこの頃には皇后は天皇の侍官とされました。そのため光順皇后は天皇が乗る車には一緒に乗れなかったそうです。戦中の食糧難の時期には当然国民と同じように皇室への食糧配給も厳しくなります。光順皇后は天皇と夕食を食べる時は2人で相談して必ず料理の一皿か二皿を残していました。なぜかというとこれは侍従や女官にあげるためだそうです。戦争末期には光順皇后が自ら吹き
上げ御苑で野菜を作りました。同時に養鶏も行い、さらに敗戦後は布団や着物も作っていたそうですよ。1945年3月10日東京大空襲の中、森広王妃茂子内親王が長男の信彦を防空壕で出産しました。防空壕での出産というところにリアリティを感じますね。昭和天皇と香淳皇后にとって初孫です。同年8月15日には夫の昭和天皇によるラジオの玉音放送を聞き敗戦を迎えました。1945年秋、戦争が終わり疎開していた王子たち5人が帰郷しました。天皇家には一家団らんの時間ができました。翌1946年2月から昭和天皇は沖縄県以外の日本各地を巡りましたが、香淳皇后は初めは一緒には行かなかったそうです。後に香淳皇后は単独で近くへ外出し始め、昭和天皇には9月4日に初めて同伴しました。1947年1月16日、現在の皇室典範が交付されます。香淳皇后の実家でもある国宮家や房子内親王の婚家である東国宮家を含めた11宮家51人が皇籍を離脱したのもこの時期です。この辺りから皇室の在り方は一変します。香淳皇后は様々な活動を活発に行いました。これは積極的に国民と親しくなろうとする昭和天皇の意向を汲んでのことでした。1947年の日本赤十字社名誉総裁就任をはじめとして、1964年の東京オリンピック開会式や1972年の沖縄復帰記念式典などに出席しています。1952年元日、初めて天皇ご一家としての写真が公表されました。10月10日、第四王女頼宮敦子内親王が結婚したのですが、その際香淳皇后は初めて公の場で和服を着用したそうです。どうしてこのタイミングで和服を着たのか気になりますよね。当時時代背景もあり、皇后を親しみやすさのシンボルとする必要がありました。この頃は一般国民が和服を着ていることが多かったのです。そのため香淳皇后も国民と同じ服装をしていたのだと考えられます。そのことを受けて国民からは私たちと同じ存在として好意的に受け止められたそうです。昭和のファッション女王香淳皇后の服装、サムネにもありますが、香淳皇后の服装にも注目です。服装一つでいろいろな歴史がわかります。これまで皇族は宮中服を着ていました。戦時中物資不足に悩んでいたため、簡単な宮中服を考え着用していたようです。戦後も国民の物資不足に考慮して、香淳皇后はこの簡易的な宮中服を着ていました。しかし正直、香淳皇后の宮中服姿は評判が悪かったそうです。世の中的に外交が増えてきたこともあり、この宮中服は早急に解決したい問題でした。先ほども言いましたが、1952年10月10日、第四王女頼宮敦子内親王がご結婚されます。その時頼宮の婚礼に参列する際に、香淳皇后は初めて公の場で和服を着用しました。この時皇后が着用したのは金茶色に自身でデザインした鳩の絵柄だったそうです。戦後天皇の退位論や戦争責任論が起こる中、皇后を親しみやすさのシンボルとする必要がありました。先ほどもお伝えした通り、当時は一般国民の多くが和服を着用していたこともあり、香淳皇后も和服を着たと考えられます。そして同年には、昭和平成を輝くファッションデザイナー田中千代が皇后の衣装アドバイザーとなっていました。田中千代は日本でもトップクラスのデザイナーでした。それに加えて田中千代はマナーやエチケットを学んでいたこともあり、皇室衣装を手掛けるには最適だったのです。ちなみに先ほど出てきた鳩の柄の和服はこの田中千代がデザインしたそうですよ。この鳩は平和の象徴として描かれたようです。さてここで田中千代にとっての試練が訪れます。先ほども言いましたが、当時の皇后の宮中服姿は評判が悪かったのです。しかし英国王室のように最先端のデザインを取り入れる予算などありません。その結果和服になったのでしょうね。高度経済成長期前の日本国内では、金銭的に質素な皇室というイメージも、皇室が身近な存在だと印象が良かったのかもしれません。ファッションも TPO を考えられる人は素敵ですよね。昭和天皇と香淳皇后、さてここまで香淳皇后の生涯についてお話ししました。香淳皇后について話す上で、昭和天皇の存在は必要不可欠ということは分かりましたよね。次は昭和天皇と香淳皇后の関係性についてお話しします。エピソードなども交えてお話しするので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。ここまででお察しの方もいるかもしれませんが、昭和天皇と香淳皇后は非常に仲睦まじい関係だったと言われています。宮中某
重大事件が起きた時は昭和天皇は光順皇后をかばうような態度を取りましたよね。こういう話を聞いているとこのお二人が大変仲が良かったと想像できると思います。もしかしてお二人は恋愛結婚だったのでしょうか。しかしそもそもこの時代恋愛結婚なんて滅多にありませんでした。ましてや皇族恋愛結婚は考えにくいですよね。結論から話すとお二人の結婚は恋愛結婚ではありません。当時光順皇后は本人の意思というよりも家の格や血筋が重視されていました。陛下お尋ね申し上げますという昭和天皇のインタビュー集では恋愛感情はなかったと昭和天皇自身がはっきりと言っています。随分とはっきり言いますよね。でもさっきも言った通りこの時代では珍しいことではなかったのです。しかし恋愛結婚でないからといって昭和天皇と光順皇后は仲が悪かったわけではありません。むしろお二人の仲は円満だったと言われています。光順皇后はとてもおっとりとして夫を立てるタイプの女性でした。もしかして昭和天皇は亭主関白な気質だったのでしょうか。実際にはそんなことはありません。新婚時代は手をつないで散歩しているところを側近が見ていたというエピソードもあります。また御用邸にいるときは一緒にお風呂に入ったりもしていたらしいですよ。めちゃくちゃラブラブですね。また昭和天皇と光順皇后の間にはなかなか男の子が生まれませんでした。世間からは皇后は女バラだなんて言われてしまうこともありました。しかし昭和天皇は側室を勧められてもきっぱりと断ったそうです。光順皇后のことを大切にされていたんでしょうね。昭和天皇の手の爪を切るのも光順皇后のお仕事です。お医者さんが天皇に対して手の爪が伸びていますねと言っても昭和天皇はこれは長宮が切ることになっていると言いました。つまり医師に天皇の爪を切らないように意思表示をしていたそうです。ちなみに長宮というのは光順皇后の愛称のことです。また御所に吹上の森というところがあるのですがここは昭和天皇の意向でできるだけ手を入れないように命じられていたそうです。しかしここでも光順皇后は唯一の例外でした。光順皇后は150坪のバラ園を手入れしていたみたいです。昭和天皇が自分のパーソナルスペースに光順皇后が入るのを許すということは昭和天皇は光順皇后に対して完全に心を開いていたのでしょうね。光順皇后はおっとりしているイメージがあるかと思います。しかし若い頃は意外にも今では考えられないようなエピソードが残っているんです。それは昭和天皇が即位してからまだまだ日の浅い頃のことでした。先ほども言った通りとても仲がいい昭和天皇光順皇后には夕食後光順皇后のピアノを聴いたりする時間がありました。しかし宮中のしきたり上生理の時や風邪をひいた時などは別室にこもらなければなりません。いわゆる家庭内別居状態になるのです。そうなると夫婦水入らずの時間がなくなってしまいますよね。光順皇后もそうですが当然昭和天皇も退屈してしまいます。そんな時昭和天皇は内親王のところに顔を出して暇を潰していたそうです。しかしその中にはお使いの女官にちょっと気になる超美人な女性がいたそうです。それに対して光順皇后はなんとなくチラチラと睨む仕草で天皇を牽制していました。女の勘というものは鋭いですね。まあ昭和天皇もその超美人な女性に何度も視線を送っていたそうなのでバレバレだったようです。やきもちを焼くなんて可愛らしい女性的な部分があったんですね。まあこんな感じでいつまでも仲睦まじいお二人なのですが晩年の楽しみは夫婦で散歩をすることだったそうです。ご存知の方も多いかもしれませんが皇居には武蔵野の森の面影を残す鬱蒼とした森が残されています。お二人は晩年にこの森を散策していました。昭和天皇が植物について話すのが何よりの楽しみだったそうです。昭和天皇が長宮行き先はどちらにしようかというと光順皇后がお上のお好きな方にとやり取りをしていたと言われています。とても仲が良くお互いを思い合っていることがわかりますね。さて今回は以上です。いかがでしたか。様々な出来事があった昭和時代を作り上げた昭和天皇と光順皇后恋愛結婚ではないとはいえお互いを思いやり大切にする姿勢が素敵な時代を作り上げたんだろうなって思うんだよね。戦争とかもあったし全てがいいことばかりではないけどそれも含めて今の時代に残されているものって多いと思うわ。最近は年号が変わって令和時代を迎えたけどこれからどんな時代になっていくかとても楽しみですね。今回の話を聞いて共感してくれた人いろいろな考えを持ってくれた人がいたらとても嬉しいです。さてそれでは簡単に今日の内容をおさらいします。光順皇后は歴代最長の皇后だった。光順皇后は国民に寄り添い国母と呼ばれる人だった。光順皇后は昭和天皇のこともとてもよく考え寄り添おうとしていた。昭和天皇と光順皇后は恋愛結婚ではないがお互いを大切に思い合っていたということでしたね。このようにこのチャンネルではレトロな歴史や文化明治大
大正、昭和を中心に活躍した人物について紹介しているので、チャンネル登録がまだの人は今すぐポチッとしておいてくださいね。